Is it working? Okay. I disconnected. For some reason. Well, I never disconnect from the game. Hey, get new gear. Just a helm. What? Not a cool one either. Which remaineth of the chapel here? What remaineth? Sneeze. The knight's blessed.
Just gonna see if they have bait here. Hoping it would keep going. どの時代にも遥か過去の歴史に魅せられる者がいる。今に至るまで人が辿ってきた道のりは、時に未来よりも謎めいているらしい。古代論家文明、その面影が残る鬱蒼とした森。人々はいつも答えを探してここへと分け入る。この辺りが目的地となります。Why am I so tired? I just slept forever.
5% battery. Oh no. ラケティカ大森林は非常に広大ですが、今現在その多くは人の立ち入れぬ密林となっている。そんな中でこのシチュア湿原は比較的開けているのです。故に夜の民の拠点ともなっています。Oh God, he's gonna be traveling with us. その眼前に地平が広がるならば、行ってめっせよ、平らげよ。ソルをやってた頃はこうしてよく旅したものだ。行く先々の国を征伐、そして征服。おお、下に偉大なる我がガレマール帝国。懲りないやつだな。懲りないのはお前だ、バカめ。見物してるだけなんだから、いちいち目くじらを立てるな。それとも、影からこそこそ見られたいのか？わざわざ姿を現してやってるのが善意だとなぜわからない？I'm going to lay down in my bed and be lazy. Oh, the two little cats are here. See if my keyboard can make it. I don't think it's going to. I need my extension cord.Nice babies.Okay, this is way more comfy. I might fall asleep while I'm playing. So, 一緒に来て
まあ気が向いたところまでは。 Will you quit by eating that? ただし、戦力としては期待するな。この森、多少は影が落ちているようだが、本質は他と同じく光に支配された地だ。闇の使徒たるアシエンとしてはいるだけでそこそこ深い。ここで戦うなんて絶対に嫌だね。ついてくるならそうすればいい。だが勝手な真似だけはするな。ここがゴーンの砦ですが、どうやら修復は進んでいないようですね。となればヤシュトラたちは他の拠点に身を寄せていると考えられます。次を当たってみましょう。That wouldn't be enough to kill you all. これが新しい罪喰い？まるで普通の人みたいじゃないか。みたいじゃなくて、お前たちと同じ人間だ。とりあえず武器を下ろしてくれ。罪喰いが喋ったぞ。油断しちゃダメ。人に似せた鳴き声かも。
がややこしくなる。ふと思ったのだが、きちんと姿を見せているってことは示したんだ。そして私は戦力になるわけじゃない。つまり始終連れ立って歩くのは無意味な行為と言える。加えて本音を言うと、早々で申し上げないが面倒になってきた。昼寝に良さそうな木の上に移動して、うん、そうしよう。ではまた後ほど。一人消えた。やっぱり怪しいぞ。面倒なのはこっちの方だ。Oh, she's gonna be all sexy in black. 想像しくてよ。罪悔いの様子は。マトウヤの姉さん。Oh, hello. 姉さん、あれ本当に罪悔いなのか。オイラたちにはどうにも人にしか見えないんだが。少し遠かったけれど、私の目で見た侵入者は強い光を帯びていたわ。あれが罪悔いでなくて何だというの。ご存知かもしれませんが、ヤシュトラは以前の事故で視力を失っています。代わりに万物の有するエーテルを見ることで、かつてと遜色ない視界を得ているはずですが。魔女マトウヤ、お分かりになるでしょう。私です。ウリエンジェです。確かにあなたに見えるわね。それからサンクレットと話に聞いたこちらのミンフィリアかしら。ご明察です。ですのでどうか武器を下ろしてはいただけませんか。そうね、あなたが本当にウリエンジェだというのなら、隣に連れているのは何だというの。その罪悔いとしか思えない光に侵されたものは。まさかお忘れではないでしょう、我らが暁の決明の英雄を。彼女はついにこちらへ至り、すでに二体もの大罪悔いをほふったのです。そんな、あなたなの。姉さん、オイラたちはどうすれば。悪かったわ、私の勘違いよ。みんな武器を下ろしてちょうだい。手荒な歓迎になってしまってすまなかったわね。改めてようこそラケティカ大森林へ。夜の民はあなたたちを迎え入れるわ。
スリザーバウ。夜の民が集う、特に大きな拠点よ。彼らは闇を崇めているけれど、特別な神は持たない。いくつかの規範に従って、祈りながら静かに暮らしている。Oh, fuck, are they growing plants?それらの規範は反乱後の世界を生きていくための知恵であり心の拠り所だとも言えるわ。製品を良しとするから、絢爛豪華なもてなしには期待しないでちょうだいね。さて、あなたたちの事情も知りたいけれど、ここで聞かない方が良さそうね。奥の部屋に行きましょう。それで次はラケティカ大森林の大罪くんよ。私はね、これまで第一世界の歴史を調べていたのよ。水晶校を全く信用していないわけではないけれど、情報のすべてを彼に依存するのは危ういもの。そんな中で行き着いたこの地もかなり調査をしたわ。結論から言えば、大罪くんの所在は不明のまま。けれど、だからこそ絞れるとも言えるのよ。というと？数千年前、ここラケティカ大森林はロンカ帝国という大国の中心地だった。現在もここから東側に広がるイキスマヤへの森にはその遺構が多く残されているというわ。そして驚くべきことに、それらの遺構は未だに守られているのよ。古より続くロンカの守り手たちによって。彼女たちはよそ者の侵入を許さない。話し合いの余地すらなく追い払おうとしてくるわ。私も何度か調査を試みたけれど、攻撃を受けながらじゃさすがに調べ物にならなかった。となれば、イキスマヤへの森ないしその守り手たちの領域に大罪杭が潜んでいる可能性がある。そこに来て水晶港からロンカの石板とはね。まったく、手土産とはよく言ったものだわ。何かの時のために取っておいた私との交渉材料ではなくて。とはいえ解読してみる価値はありそうよ。ここからかの森への侵入方法でも分かるといいのだけれど。その解読、微力ながらお手伝いいたしましょう。助かるわ。なかなか手強そうな相手だもの。その間スリザーバウの散策をしてきてはどうかしら。
もうしばらくしたら、闇の戦士と呼ばれているあなたにとって意味のあるものが見られると思うわ。不思議なものだな。今のお前はとても生き生きして見える。ともすれば向こうの世界にいた時よりもだ。当然よ。だって私の師匠もずっと世界の成り立ちを解き明かそうとしていた。共造世界に渡れるなんて、またとない探求の機会だわ。ここで得られる知識はどれもとても刺激的よ。あなたはどうなの、サンクレット。念願のお姫様と会えて幸せかしら。お互いもうガキじゃないんだ。皮肉はやめておけ。俺は偵察に行ってくる。じゃないから。思い通りにならない理由を挙げるのは簡単よ。大事なのはそれにどう対処するかだわ。特にあなたたちの抱えているものは大きい。ただ待っていても誰も肩代わりはしてくれなくてよ。あなたも散策に行ってきなさいな。新しいものに触れれば違う考え方もできるかもしれないわ。